こんにちは、ひなたです。はい、ということで今回はですね、じゃじゃん、私のスクールバッグを紹介したいと思います。はい、ということでスクールバッグは結構前にも動画出したと思うんですけど、そのやつはとはまたちょっと別の、まあ、メインの方のスクールバッグです。最近はずっとこれを使ってるっていうことなので、もうすぐ3年生になるということだし、中身もね多分変わったと思うので、それも含めて紹介したいなって思います。はい、もうねめっちゃ重いんですよ。こちらこうリュックみたいなやつ、結構ねたくさん入ります。すずちゃんのスクールバッグ紹介のやつ見ていただいた方は分かると思うんですけど、すずちゃんと一緒のやつです。はい、では中身こんな感じ。カチで重い、見えないし。まあまあまあ、早速中身を紹介していきます。まずね、ここちっちゃいところと大きいところがあるんですけど、大きいところから紹介していきます。まず最初、こちらファイルが入っております。これ結構ずっと使ってるやつで、ユーリンドーさんで購入品紹介した時に買ったファイルなんですけど、もうねめっちゃ使いやすくてずっと使ってます。ファイルすごくない？こんなたくさん入るんですよ。教科ごとに別々で入れれたりするので、私はこれめっちゃお気に入りです。続いて、結構ねほぼ教科書とかノートとかなんですよね。まずこちらが教科書とかノートとか入ってるファイルです。今日たまたま入ってたのが英語です。で続いてこちら、こちらのファイルが、国語です。これも結構漢字のノートとか、見せていいのかな、漢字のノートとか課題用の学習ノートみたいなやつと、国語の教科書と、あとはファイルにプリントがいろいろあります。ここにねプリントあるのに、なんでなぜかここにもたくさんあるっていうお話です。まあ、こちら数学、数学はなぜかファイルがないんですね。みんなってさ、教科ごとにファイルってあるのかな？なんか数学とかはないんですけど、すごくねファイルとかがあると便利ですね。っていう話をしたかっただけ。ほいで、続いては日記。こちらは毎日課題、なんか基礎学力テストってやつがあるんですけど、その課題、わかんないけどなんか入ってた。ルーズリーフがこちら2個あります。使い分けてるってわけじゃないんですけど、これちょっとちっちゃいサイズで、これ大きいサイズなんですけど、基本的にはこっちを、大きい方を使ってるんですけど、ちっちゃい方は特にあんまり使ってない。こっちはあれかな、割とテスト勉強の時に使うことが多くて、赤シートで隠して勉強する時に使ってるやつです。大きい方は普通に、まあ、大事な部分とかまとめたりとかですね、まあ、普通に先生の黒板に書かれてるやつを写す時は、まあ、ノートを使うんですけど、そのノートを見てまた実際に綺麗にまとめて勉強を振り返りできるようにこちらを使っております。まあ、なんかめっちゃ勉強してる風に言ってると思うんですけど、毎回まとめ直すっていうことはあまりしないんですけど、テスト期間中によく使わせていただいているものです。で、これめっちゃ可愛くないですか？ YouTube でも紹介しましたね、購入品の時に紹介したノートなんですけど、まあ、これもメモ感覚的に使ってます。だからここに挟んでセットで使っております。
特になんかこういう風に使い分けてるっていうのはないですね。好きな時に気分でどっちを使うかっていうのを決めてます。ですです、何ですですってはい、続いてこちら本です。朝読、読書があるんですよ。なのでその時に、まあ、この本を読んでます。本当はいつもゴキベみたいにしてるんですけど、なんか持って帰ってきてました。筆箱見て、シール貼った。この筆箱はまたね、変えたやつです。結構中身も変わってると思うので、また筆箱紹介したいなって思います。私のチャンネルすっごい筆箱紹介するよね、してる気がする。そう、結構飽き性なので、めっちゃ変えちゃうんですね。だけどちゃんとね、上手に使いたいと思います。続いてこちら、これメガネケースです。今かけてるメガネをいつも学校でつけています。私はゾフさんっていうところでメガネ購入しました。めちゃめちゃねおすすめなので、ぜひメガネ買うっていう方はゾフさんに行ってみてはいかがでしょうか。これちっちゃいところにポケットみたいなやつがあるんですよ。でこの中にはティッシュとハンカチを入れております。これで生徒手帳です。この中は以上。大丈夫、すごいなんかもう普通だけど。でこちらちっちゃいところは給食エプロンとハテナマでございます。もうこれで以上なんだけどこれで終わりです。よくない、大丈夫かな、パッパッパーって紹介しちゃったけど、はい、っていう感じですね。はい、ということで以上、私のスクールバッグの中身はこんな感じでした。いかがだったでしょうか。まあ普通ですねはい、ということでもうね、中学3年生ということで、めちゃめちゃ2年間がすごく早く感じました。中学3年生、これから勉強とかいろいろ頑張っていきたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。ブヒ。